ご紹介します。津田大輔さん、佐藤泰治さん、奥田亜希さん、どうぞ。こんなわさわさした中でトークというのも辛いものがあると思いますが、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。すいません、25分押しっていうことなんで、ちゃっちゃといきます。はい、奥田亜希さんです。よろしくお願いします。さっきもスピーチなんかね、すごいテンション低い形でスタートして、あ、もうなんか本当に疲れてるのかなと思ったら、最後随分あじってましたけれども、実際どうですか、今の、安保法制通って、それまでの本当に夏3ヶ月ぐらい激動の日々だったと思うんですけれども、はい、実際今のまず気持ちとしてはどんな感じですか。いや、やっぱ早くこんなことやめたいなと思うんですけど、なんですけど、まあでもなんか終わった後からすぐに次の話をみんな話し始めていて、それはとってもいいことだなと思うんですよね。だから結構気持ちがかなり前向きにあるっていうか、まあその早くこんなことやめたいと言いつつもですね、実際本当に多くの人から取り上げられて、しかも今ね、この前の前で大江健三郎さんスピーチでだいぶ時間も取ってその若者の声を上げる、まあ、言及されてたわけですけど、気持ちとしては気持ちとしてはもうめっちゃもう楽屋の中で多分国会の中央公聴委員会に呼ばれたぐらい緊張しました。あれはどうだったんですか、実際に話が来て、まあ、国会でそれまでのちょっと髪を染めてたのをすごいスーツ着てそうなんです。いや、なんか本当にイメージ戦略を考えてるなと思ったんですけど、いや本当は津田さんぐらい金髪にしてみんなのニュースに出て、なんかダブルで金髪っていうすごい一発ギャグをかますために髪を明るくしてたんですけど、ちょっとそれが叶いそうになかったんで、先に黒にもう一回戻して黒に戻してていうか、あれなんか選ばれたっていうか公募だったんですよ。公募でなんかよくわかんないですけど、一応出しませんかみたいなこと言われて、でそんな通るわけねえだろうと思いながら、しかも学者の会とかも広渡先生とか出してて、でそれを学者の会の人は結局、まあ、地方公聴会があったんで広渡先生そっちに出てたんですけど、弁護士の方95人の中で一応公募で選ばれたってことになってるんですよ。はい、ですごい、なんかツイッターで議員の方が言うまで信じてなかったです。3日前まで信じてなかったです。俺出ないだろうっていう。実際の反響とかどうでしたか、出て。あ、なんかやっぱそれなりには良かったですね。でもまあなんか、まあ、案の定すごい叩かれるには叩かれたんですけど、でもなんか基本的には悪くはなかった。すいません、拍手させたみたいな。はい、ごめんなさい。良かったですか、あれ。こういう形でね、いろんな、なんか申し訳なくて、なんかその国会前で声を上げてるの僕だけじゃないのに、なんで僕だけね、いや、若いから、若いから最近では一番いいニュースですよね。佐藤泰治さんです。泰治さんは、はい、ああいったやっぱり若いシリーズの活動を声を上げ始めたのはっていうのはどういうふうにご覧になってました。いや、すごい、やっと来たなっていう感じがすごいしたっすよ。なんかだからすごい、彼自身も音楽が好きだし、デモの現場に行くと、やっぱり音楽的なデモとかシュプレヒコールをやってる、ね、コールっていうんですよね。そう、あの辺とかってやっぱりどうですか。いや、だからすごいシンパシーを覚えますし、なんかね、そのだから3・11があって割とまあこういう活動をするようになって、その若い子がやっぱなんかこう競うで来てくれないみたいな雰囲気があったので、俺はすごい嬉しかったですね。イエーイって思いましたけど、はい。でね、まあこういう感じでダラダラトークしてれば多分1時間でも2時間でもできるんですけど、残り6分ぐらいしかないので結構重要な質問に行こうと思うんですよ。はい、来年の参議院選挙ある。はい、で当然まあシールズの活動自体がやっぱりもともとはその来年の参議院選挙に向けての割と地道にね、学生で勉強してこう何なら異議申し立てもしていこうっていうようなそういう活動だったのが、まあ、一気にね注目されてメインストリームに乗ってしまったがゆえの大変さもあると思うんですけど、やっぱり今安保法制は通ってしまったと、通ってしまったと、ここから本当にじゃあ7、7、8ヶ月ぐらいある、この間に何ができるのかっていうこと、まあ
通ったすぐ直後にはね、まずは落選運動をやろうっていうの でそして選挙に行こうぜっていうコールもしていて、これはこれですごくポジティブなメッセージだしいいなとは思ったけれども、しかしまたこの今の選挙制度だと現実はそんな甘くもなくて、まあ多分おそらく来年の参議院選挙でも相当やっぱり自民党は強いだろうと、自公はっていう中ですごく国会前でやっているっていうことを知ってもらった、そういう意味でのこういう大きな広がりもあったんだけれども、そこからさらにまた大きな新しい動きをするためにどんなプランを考えているのかな、なんかもっと街に出ようって感じはしてますね。なんか国会に向かってずっとまだ通る前の段階では結構与党の皆さんにもうちょっと考えてくださいよって話だったんですけど、でもどっちかというと今ベクトルがいやもう聞く気がないんだったら俺たちどうするんだって話になってる、うん、で今なんかやっぱ本屋でもヘイト本って言われてる、なんかその韓国がダメだと中国ダメだみたいな本が多いじゃないですか、うん、でもよく考えたらこんだけ今も今日2万人ぐらいいるんですよね、うん、でこの2万5000人2万5000人の人たちがいて、ありがとうございます、2万5000部売れたら本なんて今大ヒットっていう、ね、話になりますよ、うん、っていうことでやっぱもっと社会の貢献っていうか自分たちの街の貢献を変えられると思うんですよ俺たちは、うん、なんか台湾に行った時に台湾でなんかそのカフェとかで普通に出す現場とか貼ってあっていいなと思って、なんかそうやってもっともっと街の中に溶け込んでいくっていうか、自分たちの日常の中で無理せずそんな1週間連続国会前で通うの無理ですから、うん、やりましたけどねやりましたけど、もうでももっともっとできる範囲で、僕も大学始まっちゃったんで、できる範囲でできることをやっていく、でそれはそんなに難しいことじゃ実はないんじゃないかなと思う、うん、役割分担っていう意味では例えばどういうことをやってもらいたいですか、別に本当に国会前に来る以外でもいろんなやり方あると思うんですけど、そうですね、いやだからデモだけじゃなくてもっと違うこともって言ってくださる方たくさんいるんですけど、うん、でその通りだと思ってて、でも僕らはデモってやり方もあると思ってるし、でも違うやり方を考えれる人はもっと違うやり方でどんどんやっていけばいいんです、それは音楽のライブでもいいし、まあ、なんかカフェとかあったらそういうイベントをカフェでやってもいいし、なんかやっぱもっともっと複合的にいろんなものを組み合わせたものがこの社会の中でもっとあっていいんじゃないかなって思います、うん、ね、サイズさん、どういかがですか、あのね、そのだから音楽でもその20代の前半の子がこう割と面白いなってやつがこう来ているのね、で、なんかすごいその世代に対してなんとなく淡い期待を抱いております、俺は、で、何なんだろう、その、まあ、20個以上、もう自分の子供みたいな世代ですから、なんか応援したいし、なんかで、ジャムレールとこもあるだろうなって思う、奥田さんはね、実際にその声を上げ始めて、でやっぱりシールズっていうのもどんどん若い人が広がっていって、最初は多分そういう政治的なことに対して興味もない若者もたくさんいたと思うんだけれども、そういう運動を広げていく上ではなんかどういう言葉で説得していったのかなと思って、なんか何かきっかけがあってなんか今まで興味なかった人が参加するみたいなことってあるのかなと思って、これみんな知りたいと思うんですよね。なんか僕ゼミ何個かのゼミ、まあ、高橋源次郎さんのゼミとかいろいろなんか聴講してて、で一回も僕他のゼミでデモに行こうって誘ったことないんですよ、意外かもしれないですけど、うん、こんだけやってて誘ったこと一回もなくて、でも逆に誘わなかった、まあ、俺はこう思うんだよねってことだけしか言わなかったら、なんか最後らへんにはなんかその来てたゼミの人たちが、うん、今度行ってみるわみたいな、いつやってんのみたいな話になってきて、なんかあんまり窮屈に、なんで若者は無関心なんだとか、なんで若者はこんな考えてないんだ、考えてない奴らが悪いんだみたいな話になっていくと、どん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 こう居づらくなるのが、俺はこう思うんだよねとか、できることをできる人たちがやっていくのを見て、ああそれだったらちょっと俺も見に行こうかなっていう人が増えてる、だからなんか誰かのせいにしないっていう、こうすべきとか、むしろだから言葉でまあ、古い言葉でもオルグするよりも、なんかもうやっていることを見せて見て、でそれで面白そうだったら一緒に行こうっていう、だって無理じゃないですか、俺も嫌っすよ、だって多分お前この集会に絶対出ないといけないと言われて多分行かないと思うんですよねだけどなんかちょっとこの人たち出るんだったら聞きに行こうかなとか、あの人も行くんだみたいな感じで、俺もちょっと興味あるし見てみようかなってなるときに結構自主的になれるっていうか、やっぱそういう自分の頭で考えて行動しないとなかなかそこまでいかないっていうか、はい、そんなことしてたらですね、もうそろそろ時間が来てるんですけど、最後に質問だけちょっとあって、やっぱすごく奥田さん頑張ってると思うし、すごくみんなが期待してる、その期待を一心に受けてるって部分もあると思うんですよ。いや逆に言うと彼一人にそれを負わせていいのかっていう絶対奥田さんの問題もある一方で、
でもなんか俺大学生だからこんなのやめたいんですよってよく言うじゃないですか、口癖のように、はいはいはい、あれ僕やめた方がいいと思うんですよね、はい、いやだってやってるじゃんどうせやってるし3人までやるからいやもうこんなの早くやめたいんですよねって言って嘘じゃないんだろうけど、でもまあ言わなくていいと思いますよ。いやもう少なくとも3人までは死ぬ気でやりますぐらいの方がより多くの人が来るとですよね。なので、なんかちょっと若者言葉っぽい感じがするので、もっと多くの人を巻き込むっていう意味で、なんかちょっとあの参議院に向けて、そして参議院後も含めてね、あの決意表明を最後に短くお願いして終わりたいと思います。はめられたみたいな感じ。次の参議院選までは絶対頑張ります。小木田亜紀さんでした。ありがとうございました。そして佐藤大さんもありがとうございました。じゃあライブよろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。菅大輔でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。菅大輔さんと奥田